皆さんこんにちは。ファッションビジネス科2年プレスチームです。今日は4人で入学式に潜入、新入生にインタビューしちゃいます。それではご覧ください。どうぞ。アパレル造形デザイン科1年になりました、阿波羅翔平です。お願いします。今日のファッションのポイントを教えてください。セットアップで、ドン小西さんのブランドのセットアップ でズボンから緑川っていうブランドのパンツを刺繍入ってるんですけどを出して、あとはネックレスで雰囲気に合わせてシャツインして足長く見せてって感じですかね。好きなブランドとか雑誌を教えてください。好きなブランドはバルムングっていう東京にあるブランドなんですけど、すごい個性的なシルエットに、グラフィックデザインをプリントしてある、すごいそれが特徴のブランドなんですけど、それが好きです。将来の夢を、将来の夢は自分の店を持って、ブランドとセレクトショップを壊したような店を地元で出したいなって思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。ファッションビジネス科1年坂口です。お願いします。今日のファッションのポイントをお願いします。今日は和柄入れたくって、ここに帯と、これ帯紐なんですけどネックレス風にして、であとは洋服っていうのを出したくって、普通に和柄和服とか関係なしに黒でまとめて、はい、和風にしました。おしゃれ、おしゃれすぎです。すごいです。学校で頑張りたいこと、学校で頑張りたいことはいろんなことに挑戦して、いろんな課題があると思うんですけど、全部頑張っていろんな知識を身につけたいです。ぜひできると思います。ありがとうございます。アパレル造形デザイン科1年の森沢愛と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。学校で頑張りたいことってありますか？はい、一からパターンとかデザインとかを学ぶのですごい不安なんですけど、それも地道にコツコツ日々自分のなんか、頑張りたいのと、パターンとかデザインとかも頑張るのはもちろん、日々の言葉遣いだったりとか頑張っていきたいなと思ってます。すごい、頑張ってください。ありがとうございます。将来の夢あれば教えてください。はい、将来の夢はまだはっきりとは決まってないんですけれども、人を笑顔にできるような、洋服に関われる仕事をしたいと思っています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ファッションビジネス科1年の松田大輝と申します。お願いします。はい、じゃあ今日のコーディネートのポイントを、やっぱり全部水色で統一させて、そうですね、ちょっと春らしいような格好で来ようかなと思って、ちょっと水色でメインでやっていこうかなと思って今日来ました。ありがとうございます。じゃ好きなブランドと雑誌を。好きなブランドは今これ着てるんですけど、ネイムってブランドなんですけど、ラミングスっていうちょっと取り扱ってるものなんですけど、すごい好きです。お気に入りでございます。そうですね、すごいかっこいいです。ありがとうございます。じゃ学校で頑張りたいこと。そうですね、服のことも学ぶのはもちろんなんですけど、やっぱ服以外のことでもやっぱりファッションっていろんな広い部分で学べるってことと思うので、そういうのをたくさん吸収して将来に生かせれたなと思って、それで頑張りたいなと思ってます。頑張ってください。基礎科1年の竹山真美です。お願いします。では今日の入学式のコーディネートポイントは、このリボンで首元と袖とあと足のここにもリボンが入ってます。可愛いです。おしゃれです。あ、学校で頑張りたい。はい、学校では行事とか文化祭とかもそうですけど、やっぱり積み重ねが大事だと思うので、毎日真剣に取り組んでいきたいと思います。将来の夢とか。将来は自分でデザインをして作れるようになって、その自分の服をその世界にも通用するように発信していきたいなと思ってます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。みんな可愛かったよね。
ちょっと分かった。おしゃれ。おしゃれ。えぐ。よかった。はい。そしてここで皆さんにお知らせです。4月27日キャンパスツアーが開催されます。新しくなった清川町校舎と立町ストリートの中心にある立町校舎、2つの校舎を一度に見られるチャンスです。服飾専門学校ってどんなところ、設備は何があるの、ちょっとだけ見たい、そんな方におすすめです。アドバイザーと一緒に町の雰囲気を楽しみながら歩きましょう。詳しくはホームページをご覧ください。たくさんのご参加お待ちしております。次回の配信も